皆さんこんにちは、吉丸でございます。2020年の5月の26日火曜日ということで、アップデートがね、終わりました。で、早速竜の女王と今タップしちゃったから見えなくなっちゃった、新しい、イベントがあって、届いている、なるほど、ランキングでこうあれか、大剣戦みたいな感じでスタミナで3回だけとりあえずちょっと行ってみたんですけれどもね、報酬的なところはそれぞれに設定されていると。で、防具進化玉だよね。それはハテナハテナハテナなのかな。ここではまあジェム100がっていう感じですね。で、ここで防具進化玉、魔王メダルまずもらえるんですね。小さなメダルももらえると。やっぱいろんなとこでもらえそうですね、小さなメダルね。で、あれ、ジェム300、防具進化がここじゃないところ、累計か。ここさらに報酬がセッティングされているってことですね。めちゃくちゃもらえるじゃん。まず10万で二次チケもあるしね。いや、いいんじゃないですか。で、多分ね、ここだ、30万。だいたい30とか50万、目指すからね。でも30万でも1000ジェムももらえちゃうんだね。そうなると50万の報酬は、ガイア錬金粉もある。ってことは、聖人の粉もね、ちょっと入ってほしいな。お出かけ竜王が50にセッティングされておりますね。いや、60万で1000ジェムってことは60まではっていう感じ。でもお出かけ系欲しい人はこれ100万までだね。なるほど。はい。で、ちょっと今回は、あと、新しい要素ですね、メダル王。これ、報酬が見れたので、シーズン報酬っていうのもあるんだ。メタキンの研磨の研ぎ石って、ここでももらえるんですね。あと、装備があって、二次チケもあってって感じ。で、累計ですよね。まずは、ブレイブナイトの悟りが5枚ですね。これハードルが低いというか良かったですね。僕1枚なんで、あと4枚なんとかゲットすると。で、ここで、あれだね、メダル覚醒結晶が、これ剣ですね。ってことは防具は防具でまたあるんですね。ブレイブの、成績っていうのかな。熟練のパネルを開放する際に必要になる貴重な石。メタキンの剣のレシピもここだ。じゃあまず50枚まではもうやらないといけないって感じですね。なので、とりあえずは50目指して頑張っていきましょうみたいな感じで、僕もここを目指して、で、350、結構先ですね、ここになるとね。メタキン剣のメインスキル荷積みする人っていうのはなかなかいないと思いますけれどもね。基本的には1本作ってブレイブ用の抜き出し、ブレイブナイト用の抜き出し1本作るっていう感じが多いと思いますが、魔王メダル。これもシーズン報酬っていうのがあって、二次チケから始まり、剣の覚醒結晶もありつつ、アクセサリーとかなんかすごく強そうですよね。これ覚醒結晶って防具の方にも使えるとかじゃないんだね。メタル覚醒結晶にしちゃってさ、剣でも防具でも使えるよという形ではないんですね。で、累計が、アルカナロードも5枚からスタートということで。似たり寄ったりっていう感じですかね。とにかくメタキンの、この研ぎ石があるからね。それからギガレアル。これめっちゃ気になるんだよな。僕はちょっとこの辺まで取っていけるかっていうのはなかなか難しいと思うんですけれども、冠ぐらいは取りたいですよね。もうガチャレベルのなんか装備性能とかになってんのかな。ローブとか。これ杖気になるね。ドルグマだってでも。見た目で使うってこと？でもそんなめっちゃすげえかっこいいっていう感じでもないですけれども、一応杖がなんか設定されてますね。今回も雑談しようかな。まず早速いろいろな要素が入ってますが、お知らせで新しいところはあるかな。これが3つに分かれてくるということですよね。ルービース
と黄金竜と明竜ということで、まあ成人はないっていう感じですかね。あ、ちょっと待って、これ気になること書いてあるぞ。さらに11連を10回引くと好きな装備一つと交換できる夢のかけら福引き、なんだこれ。ちょっと待って、明竜装備には新しい装備、これはもう追加ですよ。明竜刀と明竜の杖が11連を10回引くと好きな装備一つと交換できるって、なんだこれ。こんなすごいことになっちゃうの。11連を10回引くと、だから僕5つ好きな装備と交換できるってことか。ただこれは黄金竜装備ルビス装備っていう感じだ。なるほど、明竜からは好きな装備選べないんだね。はあ、でもこのやっぱり機能はすごいんじゃないかな。11連を10回だから110連をまずやると、好きな、これ本当すごいですね。ちょっと間違ってたらごめんなさい。はい、内容ちょっと今バーッと見てもただ喋ってるだけなんで、わあマジか。ただそうだよな、明竜に全部ズッパーしちゃう可能性もあるもんな。そうだよね、だから明竜刀がどんぐらい出てくるかのタイミングで、まあちょっと絶対欲しいものがあるんであれば、まあ110連引いてもいいってことですね。僕で言うとルビツエとルビスの扇が欲しいのでね、これはぜひ取りたいんですけど、まあ、110連引かないといけないということですね。はーい。んーで、1、2、3、夢、ちょっと夢の、待って、夢見じゃない、夢のかけら福引きがちょっと来てみないと分かんないですね。わーマジか。まあでも一応この通りに読むとね、11連を10回引くと好きな装備一つと交換できる。すごいね。でもやっぱこうしないとなんか夢ないよね、もうね。ただやっぱり新装備に関してはないということなんで、まあ今後成人装備でもこの機能が入るかもしれないし、明竜でも入るかもしれないけど、まあ、それは本当にもうもう本当みんな持ってるよぐらいのレベルになってから入るんだと思います。びっくりした、こんなものがあるんですね。はい、まあ、一番でかいちょっとニュース、個人的に夢のかけら福引きでしたけどもね、なんかもらえるんだろうね、ピローンつってね。はい、で、まあ、基本的にちょっと新しいお知らせは多分ここまでかな。明竜刀とかの動画も出てますけれども、あ、やっぱそうだね。今、星ドラのお知らせの方も、これ、夢の福引き、なんだっけ、夢のかけらでしたっけ。夢のかけら福引きのお知らせが今出てますね。はい、でプレミアムじゃなくて、ステップアップ福引きが来るかどうかっていうお知らせはちょっとまだね、公式の方からはないので、雑談をしたいと思いますけれども、ここからもう興味ある人だけ聞いてください。はい、基本的にはお知らせはここまでです。あとはまあ皆さんもご存知っていうかね、ゲーム起動すると分かることだと思いますんで、気になることがいくつかありますね。まずブレイブナイト、サブ武器にこれね、多分同じ武器っていうか同じ種類の武器を6個セットが生配信なんかやっぱね可能って言ってますよね。別の剣っていうのはできるよっていうのをプロデューサーが言ってるんですよ。で、羽田さんもそれでうなずいているような感じだったんで、まあ、例えば勇者剣、明竜と、まあちょっと変なとこ行くけど、大天使の剣とか、こう剣で6本揃えたり、ハンマーで6本揃えたりっていうのは、まあなんかできるって言ってますね。ただ同じ勇者剣っていうのは無理ということで、だから例えばハンマー3つ、剣3つとか、そういったことでも OK みたいなことっぽいんですよね。ただこれが本当にちょっとブレイブナイト来てみないと分かんないんで、もしも来て違ったら
生配信で言われたことは、まあ、間違ってますよっていうことだと思うんですけれども、まあ基本的にパッとやっぱり印象としては6武器全部違う武器をセットっていう印象だったんで、そうですね、あと6武器全部違う武器をセットした方が多分ステータスが上がると思うんですよね。その上がり方次第では、そうですね、あんま差がないんであればもう全部剣とか、まあ、好きな武器種が被ってても選択肢としては結構広がってくるかなっていうのはまず思いました。はい。で、問題はブレイブナイトのサブ武器に入れた時のスキルの攻撃力がどっちに反映されてるかですよね。セットされた方が無凸だったとしたら火力いかないわけですよね。これがブレイブナイトの攻撃力っていうか、ブレイブナイトのあのメイン武器の攻撃力依存だとしたらもう貫突とか無凸とか関係ないんで、すごい話ですよね。これがそのメインとして装備している武器の攻撃力に依存するのか、まあ、サブに入れた武器が何凸かとか強化どんぐらいしているかってメインスキルの威力が反映されるのかっていうのは、これが一番ちょっと今気になってます。うん、それ次第ではかなりな高級な職ですよね。要するにやっぱ貫突武器を入れないと火力は出ないと思いますんで、うん、まあスキルレベルはもちろんマックスも皆さんされてると思うんで、 A だったら 10、S だったら15ですよね。まあそこが気になったということと、あとね、超越スキル、名竜刀の超越スキルで、まあ、今回超越3つメインとサブ2つと詰めるわけですよね。まあ例えば、抜刀山ギガクロスとか分かりやすいかな。ただこう CT がバンバンって減っていくじゃないですか。例えばその抜刀山はマックス貯めるとまず2回打てるんですよね。でさらにもう1個の抜刀山を打って3つ目、でさらにギガクロスで4つ目みたいな、4つまでこう CT がこう持っていくかって言ったところが気になりますよね。うん、どのぐらいこう超越も減っていきますから、2周目ってそれがどんぐらい持つんだろうっていうところで、もしかしたらちょっとギリギリギガクロス足りないみたいなことになるんですかね。この辺は僕ギガクロスあんま使ってないんでね、ちょっと体感が分かんないんですけれども、まあ体感分かる人は、あ、いけるとか、あ、多分いけないなとか、もしかしたらもう分かるのかもしれないね。だとしたら、まあ、超越そのコンボをつなげるっていう意味では、まあ無理してギガクロス入れなくてもっていう相手の属性にね、よってはするのかなとかも思いました。はい。それから特性の媒師ですよね、名竜刀の。これは最初に媒師入っちゃうんで、結構最初はね、多分1ターンとかすぐ過ぎちゃうんで、まあメインスキルバーンと即打ちしないと切れちゃうと思うんですよね、せっかくの媒師が。だそこの問題もまだあるかなと思ってます。うん、なのでまず初手は、まあ、道具投げて媒師切れないようにするとか、勇者盾で、でも勇者盾ガードはおすすめしないですけど、うん、まあでもメインスキルがあるんでメインスキル打って、だから要は2周目でいきなり多分打つことが難しいっていうことですよね。2周目まで貯めたら最初の媒師多分切れちゃうんじゃないかな。なので、うん、最初はもう通常の状態でバシッとあのメイン打って、ピオラ上げとで倍機状態にする、ピオラ1上げと攻撃力2段上げ状態にして、まあ、戦っていくっていうスタイルになるってことですよね。うん。で、あともう一個はブレイブナイトの、ブレイブオーラってやつね。これはメインスキルの CT も 50% 溜まるんですけど、これサブの武器のスキルも反映されてるんですよね。だから例えばまあ名竜刀だったとしたら抜刀山の CT もバーッと50上がるし、そこにサブでセットされてるのが例えばまあ聖人の槍だとしたら聖人の槍の方も 50% バーッと上がっているんで、
これに関してはまあ 10% カットがあるから、まあ、敵がバッとでかい攻撃した時にもちろんオーラを放つっていうことだと思うんですけど、まあ、できたらねメインスキル打った後に入れてあげるとさらにこう抜刀山の CT50 バッと上がるんで、なかなかすごいなって思いましたね、ブレイブナイトに関しては。はい、まあ、あれからそんなことをいろいろと思いました。はい、ということで、ちょっと15分かもう、日付変わったらガチャ、引いていきたいと思いますが、そうね、メタ金券は本当に僕としてはね、最初のファーストインプレッションはうんっていう感じ、そこは変わらないんですけど、要はブレイブナイト用かなって言ったところは変わらずで、まあ攻撃力はでも高いんで、もう210でしたっけ、すごいですもんね。でさらに磨いていけばどん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 強くなっていくって言ったところで、まあいいんですけど、やっぱ周回用になっちゃいますよね、通常でもね。まあ周回用で使うんだったらめちゃくちゃ強いと思いますよ。バーンってもう先パー先パーってみんながみんなね、メタキンの剣でしかも荷積みしてたらもう一瞬で終わっちゃうみたいなね話になっちゃうし、小玉も入るし、そう考えると強いんですけれども、まあ僕はちょっとやり込み要素ここまで来てしまったとしたら、そうですね、まあやっぱ1回だけしか使えない系はねあんま好きじゃないんで、これは本当個人的な好みなんで、まああまり変わらずで、まあその前回明竜刀が勇者より個人的には強いと思うっていう話をしたんですけど、こう明竜ハンマーのね話も抜けてたんで、まあ、それをちょっと最後に言うと、基本的に僕、勇者剣、明竜ハンマー、明竜刀があったとしたら、まあ多分その一番僕が使いたいなっていうのは明竜刀なんですけれども、勇者剣と明竜ハンマーだったら僕は明竜ハンマー派だったんですよ。まあ使い分けです、もちろんこれもね、デインと無属性なんで。で明竜ハンマー本当便利だから、明竜ハンマーがあったおかげで僕はまあ勇者剣そんなに狙わなかったっていうのも前回ちょっと抜けてたんで、まあ、その話と、今回明竜装備皆さん引くと思うんですよ。まあ、もし明竜と当たんなかったとしても明竜ハンマーはマジ使えますから、まあ、全然まだ強いですよ。現役で2周目でも会心の一撃確定、しかも倍キルトってさ、すげえ。しかも2周目10秒ですから、そう考えると明竜ハンマーもめちゃくちゃ当たりですから、今回本当明竜ガチャはもう引きだと思います。うん、まあ僕はもう明竜ハンマー完成しちゃってるんで、明竜刀しかもう狙っていかないということになってしまいますけれども、ただ、場所によっては全然僕はハンマー持っていくっていうことはあると思います。もちろんデインのところだったら、まあ、勇者剣持っていった方がいいかもしれないし、まあ、ただねその明竜刀もギガクロス、ギガクロスギガクラ入れられるんで、一応デインデインもできるんですけどもね、うん、ただまあデインだったら勇者の方がね赤スキルも多いですから、まあ一歩上手かなと思いますけれどもね。でも総合的にパッと考えたら、やっぱ明竜刀が僕的には一番もうトップに行くかなっていう印象ですよね。で明竜ハンマーは本当どこでももう万能ですから、もう無属性ですし、まずこれ持っていっておけば問題ないかなとか、あと属性がいろいろと変わってくるボスとか厄介なのも出てきたりする可能性があるんで、そしたらね明竜ハンマーがいいかなっていうところもあると思うんで、とりあえずはしばらくは明竜ハンマーと明竜刀で遊んでいこうかなと。でもちろん黄金竜の槍も引き続きいろいろ模索しながら使っていきたいと思いますが、新しいスキルがちょっと出ないと今現状なかなかねって言ったところなんで、まずそうですね、明竜の槍は引き続き楽しみにしたいっていうのと、あとメタキンの槍も出てくる可能性があるんで、そこが楽しみになってきたっていう感じですかね。はい、では、ガチャ動画でお会いする形になるかな、次回の動画でお会いしましょう。さようなら。